この手紙にあるタオとファファって、あなたとセミールは知り合いなの？ごめんなさい、隠すつもりはなかったの。あの子と私は子供の頃から一緒に育った親友同士。タオとファファ、ふざけた名前でしょ？ルーシーばあちゃんがつけてくれた名前なの。私たちはおばあちゃんに引き取られた孤児。ここは私たちの育った場所、私たちの家なの。タオは私より2歳年上。子供の頃からやんちゃで、私はいつもいじめられてた。今考えるとすごく悪いお姉さんよね。でもあの頃、彼女は私の一番の憧れだった。金魚の糞みたいにくっついて歩いて、一緒にふざけては問題を起こして怒られてた。タオはよく言ってた。大きくなったら冒険家になるって。私も彼女の助手になって世界中を旅しようと思ってた。幼稚な夢よね。あんなことがなければ。その幼稚な夢を叶えられてたのかな。あんなことって？タオが奇病にかかったの。ベンジスで一番のお医者さんでも手の施しようがなかった。それでカレイドさんがハガードに治療を依頼してくれたの。彼らがタオを連れ去ったあの日以来、私たちは一度も会ってない。それきり一度も会ってないの？タオがいなくなってしばらくは、時々手紙が届いた。私は、彼女がすぐに自分やおばあちゃんのところに帰ってくると、無邪気に信じてた。でもその後、手紙すら来なくなった。私は、彼女を探したい一心で、ハガードのエクセキューターになった。でも、彼女は多分、まあいいわ。人探しは一旦諦めて、おばあちゃんのところに付き合ってくれない？もう長い間帰ってないの。おばあさんは一人でここに？ええ、私は忙しくてあまり帰れてないけど、今も一人で暮らしているわ。幸いなことに今は元気だし、みんなもいろいろ面倒を見てくれるから安心だわ。ただ、さすがに年だから記憶も曖昧みたい。何かおかしなことを言い出しても気にしないでね。おばあちゃん、ただいま。あらまあ、タオじゃないの。早くおばあちゃんに顔を見せてちょうだい。おばあちゃん、私だよ。ファファだよ。ファファ？まったく、あんたたちはいつもそうやっておばあちゃんをからかうんだから。
あんたはどう見てもタオでしょうに。あんたたち二人は私が育てたんだよ。いくらボケたからって間違えるわけないでしょう。タオが帰ってくるのはいつ以来だろうね。ファファはずっとあんたのことを待ってたんだよ。毎日あんたを探しに行くってそれはもううるさくてね。はあ、おばあちゃんたらそうやってわけのわからないことばっかり。もうおばあちゃんになんてこと言うの。あら、そこにいるのはあんたのお友達かい？よかったね。いたずらっ子のあんたには友達ができないんじゃないかっておばあちゃん心配してたんだよ。おばあちゃん、はじめまして。シューマーと一緒にセミールを探しているものです。パファを探しに来たのかい？あれ、まあ歳を取るのは嫌だね。この間あの子が来てタオ宛ての手紙を置いてったよ。あれ、早く読んでごらん。あの子帰ってきたの？でも、はあ、ここに住所がセミールの文字で、そこで待ってるって書いてある。あんたたち、この後大事な用があるんだろう？まったく、あんたの大好物を用意して喜ばせてやろうと思ったのに。おばあちゃん、ごめんなさい。私、タオは、また今度会いに来るね。いいんだよ。若い人はいろいろ忙しいもんさ。気を使わずに行っておいで。だけど安全には気をつけるんだよ。帰りを待ってるからね。ついてきて。シューマン、言いたいことがあるみたいね。タオのメモにあった住所だけど、ハガードの書類で前にチラッと見たことがあるの。確か新規プロジェクトを進めてる極秘研究所だったはず。プロジェクトってどんな？アバター技術の応用だったかな。私もちょっと見ただけだから詳しいことはわからない。私のアカウントではその手の資料は見られないの。もしかしてタオはそのプロジェクトに関係してるのかも。いくら探しても彼女の情報は謎のベールに包まれてるみたいに一切表に出てこなかったもの。ほんと言うと今のタオは他人みたいに思える。多分タオは私を避けてるんだと思う。別れて何年も経つんだもの。彼女はもう私の知ってるタオじゃないのかも。つい余計なこと考えちゃった。じゃあ研究所の入り口で会いましょう。今度こそ答えが見つかるといいな。